ビズゲルミルの内部。天井には低年性溶岩が冷えて固まったことによる、鍾乳石に似た石柱が垂れ下がっている白いものは、天井から滴化した水が凍ってできた氷柱。ビズゲルミルは、アイスランドの西部のホールマンダーロン溶岩原にある、アイスランド最大の溶岩洞窟。ボルガルフィオルズールのハビタルシサ農場の南東 2km に存在する。北側の溶岩洞の天井には、 二箇所に大きな崩落箇所があり、そこが唯一の入り口となっている。溶岩道の全長は1585メートルであり、最も広い部分は高さ15.8メートル、幅16.5メートルであり、この種の溶岩道ではアイスランド最大の大きさである。入り口は広いが、細くなっている箇所もある。また、1991年には、 内部の繊細な溶岩構造物を保護するために鉄製の柵が設けられた。バイキングの時代の人類の生活跡も発見されており、それらはアイスランド国立博物館に収蔵されている。溶岩道の内部は非常に凹凸に富んでおり、入道にはガイドの動向が推奨されている。溶岩道は低年度の溶岩流が流れている時に、 先に天井部分だけが固まってチューブ状になりその後溶岩流の流れが途絶えて内部の溶岩が流れ去ってできた洞窟であるホールマンダーロンには他にも EN サーチラーや EN ステファンシャリアといった溶岩洞窟が知られているガイドツアーは近くのフルジャッジタンガという街を起点に開催されている1.5時間ほどで常時開催されているケーブエクスプローラーツアーと 三から四時間を要する、ケーブマスターがある。ケーブエクスプローラーツアーは、木星の歩道を歩いて観光するツアーである。ケーブマスターは、常時開催されておらず事前予約が必要であるが、千百年、前に生成されてから手つかずの状態の火山、生成物などを見ることができる。また、ケーブエクスプローラーツアーでは行かない厳しい経路を、通過する。ありがとうございます。